おひょうを調理している、ヨ子スヒラメとスズキのサクドリ白身魚とは、白身の魚肉。多くの魚の筋肉は白色、または黄色に近い白色である。白身の魚の多くは、岩礁や海底、砂地などに身を潜めて生息し、獲物を取る時や逃げる時に泳ぐ魚が多い。酸素があまり必要ないため、身が白く見える。魚の筋肉の構造は、短い筋繊維が、 結合色素によって相乗につながってできている。結合組織はコラーゲンでできており、加熱することでゼラチン化し誘拐する。筋肉には瞬発力を司る白筋繊維と持続的な運動を司る接近繊維があり、マグロのように休みなく高速で泳ぎ続ける赤身の魚は接近の比率が高い。また、 その生態を維持する上で必要な酸素を保持する赤いミオグロビン色素を持つ。白身魚はコラーゲンを多く含み、接近に比べて白近の比率が高いため、煮崩れを起こしやすい。冷凍した白身魚を解凍した時に酵素の働きで細胞壁が壊れ身が溶けてしまうこともある。また、脂肪の含有量は赤身魚よりも少ない種が多く、 そういった種は加熱調理した時に火の通りが早い。一般に白身魚の風味は淡白と言われるが、海水魚と淡水魚では大きく異なる。おおむね、海水域の白身魚の方が淡白だが、海岸に近い場所で採れた魚は、藻類などから作られる、プロモフェノールと呼ばれる収素、いわゆる磯の香りを持つことがある。淡水域、寄水域の魚は、 泥臭さなどの臭みが感じられることがある。また、海水魚に比べて、鮮度の劣化が風味に出にくい特徴がある。鮭やマスは餌としている甲殻類からアスタキサンチンを蓄積し筋肉がオレンジ色になる。養殖の鮭に与える餌にアスタキサンチンを添加しないと、その筋肉は白色になる。白身魚は赤身魚とは違って、 脂肪の量が少なく低カロリーで味が薄い。白身魚はほぐれやすい特徴から練り物や魚肉ソーセージ、伝部に利用される。ありがとうございます。